研磨せず帰る。はい、名前書いて。え、なんで書かないです。だけど、そりゃそれ逆切れって言った、はっきし言うけど。だけど、なんで書かんばいかんとですか。だけど、それは後から何か言われた時に。何も言わん。違う、それは君がそう言ってるだけ。僕、いや、これ別に何も大したことないよ。本日治療中止、説明したの。僕、言おうとしてるけど、君がお金の話とか言うけん、もうあれやったけど、何治療せずに帰って納得したって言って返しようよ。わかる？僕はしてあげるよって言ったけど、君が嫌だって言って帰るやろ。わかる？言ったこと。これから何が起こるかっていうと、君が、いやいや、下の名前も書いて。もうほら逆切れしてるやろ。こういう人がおるんや。言わんもん普通の。何が？そういう風な言い方はさっさん。いや、やけん僕の分かってない、僕は自分でごめんけど、勉強のために何がこういうことは言わないって。何を言わない、何を言わないって言うと僕理解できてない。え、なんで理解できんとかは分かんない。やけん言ってって。やけんことに超能力者じゃないけん君が。僕がさっきまでずっと言われば、私は先のことが分かる、私は先のことが分かる、先のことが分かる、分かるってずっと言うじゃないですか。それ矛盾しとるやない。結局こう考えて矛盾しとる、やけん先のことが分かるって何のこと言うと。心が読める、どうのこうのとか言うやないですか。私は心が読めるとか。いや、心が読めるってどういうこと。いや、心先生言うよるやん。やけん言いよるやん。何を言ってるか分かる。いや、分からん。やけん不信感と怒りと恨みとつらみが分かるよってこと言うと。君の心なんて分からんよ。そうじゃなくて、君は先生普通言わんやんって、金のこと言わんやって。やけん深夜料金を僕は君から取らないよって言って。分かっとる、うん、分かった。でも、あなたはお金が返ってくるから、あなたはお金が返ってくるから普通病院で言われたことないですもん。当たり前やん。君、僕が来ていいよっていうのは深夜料金は取らないけど、ね、やけなんか、いや、何つも切れられるのか分かんない。いやいや、オタクが切れるよ。鏡と一緒って。君が切れたら僕、君が冷静であれば僕も冷静と。そうかな。うん、その態度ね、やめた方がいい、マジで。いや、お互いですね。え、お互いと思う。いや、だって僕、いや、やけ言いよるやん。僕の何が悪い。ん、言い方。言い方、どんな風な言い方。いや、もう分からんのはよかですもん。まずこれを話しよる時間が無駄。そんな意味やね。もううちは深夜料金取らず、やった、お金の話をしてるのは君がお金がないっつったからこういう風な話になってるんよ。本当は1万ぐらいかかるのよって。じゃあ1回目の時に説明してほしかったです。何を。いつでも来ていいよって。いつでも来ていいけど。ああ、君ダメやね、君。なんで子供の前でギャーギャー先生が言うかもわかんない。うん、だって君がそういう言い方してるけど、僕の今日の行動見て。まあ他の患者さんもいらっしゃるけん。これで、じゃあちょっと待って、ちょっと待って、動かんで。領収書出して。もうゼロに戻す。よかです。いや、戻す。よか。いいです。なんで？いや、なんで別にそこお金払返してもらいたいと思ってないって。あ、そう？ならそれでいいかね。うん。うん。そういうこと。だけん、もう消すけん。うん。だけん、もうこれで今日は失礼いたしました。保健所ちゃんと、ほら、もう会いたくないからお互いね。だけん保健所ちゃんと確認して、子供さんの保健所と。いや、ほら、カーってなった時に保健所は確認してね、ちゃんと。しました。うん。いや、あ、まあ、しましたって、まあ、言いたくなるけど、もういいや。ということで、今日は申し訳ございませんでした。ありがとうございました。はい、お大事に気をつけて。失礼します。君、ごめんね。いやいや、変なとこ見せて。君、仕事何？リハビリです。リハビリ欲しいです。いやいや。今何時？君。今22時40分。夜10時5分45分やろ、はい。今日何曜日？土曜日。まあ今の流れ、あんまりほら、君が僕毎日患者の口コミより病院の評価気にするや、口コミ感触けん、はい、君一緒そうやけど、はい、この状況を見てしまったけんなんかやばい歯医者です、もう帰りますって言う人が時々いるよ。やめて。あの人は子供が痛くて、人ね、いつ来てもいいよって言ったけど、はい、深夜料金も取らんよって言ったけど、
母子家庭でお金返ってくるよ。それを深夜でも僕はするけど、はい、今痛い人が優先だから子供おるけん待てるならお金取らずやるよったら、お金のことをめっちゃなんか大体話してる内容大変。病院関係分かる。モンスターおる。モンスターあ、まあまあいるっちゃいますけど。認知症相手してる。あ、してます。殴られ。そこまで一応ダイヤルタイプ。分かってくれる人はいいけど、今の話はわわわわ感情的になったろ。ちょっと僕も失敗したけど大変や。毎日監視しとけ君。なんかしらリハビリセンターにわわわ行け。こっち来て。いや恥ずかしいとこ見せる。ちょっと待って、はいはい、君あの趣味セットあげるわ。疲れちゃった今までがっくりきた。はい、これあげる。あ、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあ、お帰りください。あ、ちょっと待って、片付けてないか。あ、はい、そう、座ってて。ここに、いいですか。いや、まだ分かるけど。時々、ああいう人が来るの。あ、大変や。そうだ、それに。あ、ちょっと、楽器来てしまった。どうも、あれ、でも、どうも、どう思った、あれ。うわ、この歯医者やばいな、か。いや、そうですね。揉めてんな、みたいな。まあ、揉めてんな、ちょっと。まあ、内容はそんな、ざっくりは聞いてない。ざっくりは聞いてないな。帰ろうかな、かい。そこまでは待ってたんですけど。で、やって、今日、君は、塾の先生しようだと、はい。もう今、冷静になっとっけん。もうあの人のことは忘れ去るけん、はい。君のこと、君は今日何しに来た、ここに。痛みと。そういうことよ。取りに来た。え？痛みを取りに来たことと、できれば、なんかその、うん、ですね、木曜日歯医者行ってですよ。木曜日歯医者行ってですよ。3日前、はい、でその時に抗生物質痛み止め飲んで、うん、ちょっと熱も下がって。そういうことよ。痛み下がったんですよ、ね、そういうことよ。で金曜日また仕事行ったんですよ。普通に金曜日仕事行った、はい、いや木曜日は休んだ。木曜日まで休みました。金曜日仕事行って、でまた午前中のうちにぶり返して、痛かも痛くなって熱もまたぶり返して、うん、もうその日帰ったんですよね、はい、午前中で。午前中帰ったはい、ああでもあこれちょっとダメだなと思って、うん、絶対ちゃんと治さんばなと思って、うん、なんかもう痛みも取ることもそうですけど、うん、もう熱とか、うん、そういうのも出ないようにしたいなっていう。ということは、君、失礼なこと言うよ、はい、歯磨きが上手でない。あ、僕がなんかね、苔が生えてみたいで失礼やけど。あ、そうなんですか。いや、ちょっと倒すよ。記録取らせて顔取らんけど。でもなんかは自分のベロとか見た感じなんかちょっと、うん、そう、あ、そういうの忘れた。絶苔が生えてるんですよ。抗生物質飲んで免疫力、抵抗力が1の1、一気に落ちと。ちょっとわからなかったら喋り、今興奮しとけん、はい、早くなったら早くなっちゃうわけ、言うて、はい、あ、鏡見て一緒に絶合計ベルが真っ白になったろ、はい、これ免疫力抵抗力落ちた人がなると疲れとうと君あーあーあと口が乾燥してる、はい、交感神経って君に習ったことある。はい、ちょっと開けて先ほら右下が虫歯になってるの分かる、親知らずだって、はい、ちょっと写真撮らせて。